ゴールキーパーは1番徳重健太、ディフェンスは4バック、三原修馬、栗山直樹、鈴木大成、前野貴則、ダブルボランチは矢田朝日と田中宏斗。今日はトップ下に忽那恭司が入っています。右に近藤、左に小原、ワントップに松田力と予想しています。ゴールキーパーは田尻健、ディフェンスは4バック、右から石田雄介、永井響、鈴木純也、丸山壮太、ダブルボランチは瀬瀬広人と新井大輝、そして右のサイドハーフに魚里直也と予想しています。左に田村亮介、2トップに沢上隆二と石川大地という 4-4 にこの立ち位置で予想しました。小原がワンタッチうまい、持っていく、小原仕掛けて倒してしまった、笛が鳴った PK です。ここのワンタッチ、さらにセンターバック永井に対して仕掛けて小原が沈めた、愛媛先制。手元の時計で10分、ルーキー小原今シーズン4点目。田尻もここで使います。左足、松田に入れるシュートだー、愛媛2点目。難しい体勢から松田力のシュート。いや、簡単なシュートではありません。このタイミングではしっかりボールを保持していけます。23番の永井、石田につけてワンタッチ抜け出した、魚里がクロス入れてヘディングのシュート、沢上決めた、1点返す鳥取。石田が落としたパス、魚里が抜け出してニアサイドで石川がスプリントして最後空いた沢上、難しいヘディング。矢田が左足で入れてヘディングのシュートだー、決まった。再び愛媛が突き放す、3対1。矢田が中央を見て左足クロス、下がりながらヘディング合わせたのは田中です。愛媛のゴールキーパー徳重、横谷がヘディング競り合って、この後松田、松田から横谷に入れたシュートだー、途中出場横谷茂、2試合連発、笑みがこぼれます。4対1、愛媛リードを広げます。ここで松田がしっかりとキープをして、で横谷がゴールキーパー田尻の動きを見てしっかりと決めました。愛媛としては大きな4点目。あー、ヒールのパスつないで松田が前を向く、そして遠いサイドの茂木だ、茂木だ、茂木だ、倒された。そして矢野はレッドカードを提示、数的不利のまま後半残すところを戦うところになります。手を使っているようには。今日2つ目の PK、 今度はキッカーは茂木、決めました、5対1。途中出場の茂木が決めて愛媛が突き放します。4点差、愛媛がリードを広げますが、鳥取はこれで数的不利と。横谷、左サイドのボール、横谷が粘ったところでファウルをもらっています。すぐに始めた愛媛、高木から横谷、ヒールで落としてレフティーの高木だ、6点目です。左手突き上げた高木、すぐにプレーを始めて高木から横谷、
ヒールで落として利き足左の高木が振り抜きました。矢田、そして佐藤、左足で狙う、遠い位置から振り抜いた佐藤。ゴールの左隅、愛媛7点目。足が滑ったか。坂本キープをして、また坂本前を向いて、高尾から右サイドボールが出た、左足浮かせてセロ、まだあります、サイド小田垣が詰めた、1点を返しました。小田垣、左足で入れる、佐藤だ、ヘディング。そしてここで試合終了のホイッスルです。愛媛鳥取を7対2大差で下しました。これでチームは5連勝、2015年以来チーム最高の連勝に並びました。さらにはホーム6連勝、これはチーム記録を更新です。